いろ集めまして、まあ、学生さんの意見をちょっと取り入れようかなと思ったんですけれども、笹島さんっておられますか？はい、理学部1年生の笹島くんの質問を取り上げてみようと思うんですけれども、京都大学理学部1回生の方の質問です。これからの大学教育ということで、さまざまな教育支援戦略を語っていましたが、大学の方針やその戦略内容というものをもっと学生にオープンにしてもらいたいんですが、どうでしょうかと問われてます。そういったことを知ることで学習意欲が向上したり、大学側の取り組みに理解し、学生が協力したりできると思います。まあ、言われてる通りだと思うんですけれども、ここですね、この大学の方針やその戦略内容といったものをもっと学生にオープンにしてもらいたいということは、オープンじゃないと思ってるんだよね。そうだよね。OCW でもやっぱり知ってる人がほとんどいない。学生さん知られてないんだよね。そう。こんなに勢いでした。まあ学生だけじゃなくて、京都大学としてはあんなに PR してるとみんなが言われるんですが、でも足りないんだよね。いや、大学の先生にも知られてませんからね。そうなんです。なかなか大変なところなんです。オープンにしてないということで、なんですかね、ちょっとなかなか問いにくい、なんか京都大学の教員としてはこれをこの質問を他の大学の先生たちに投げかけるのはなかなか心が痛いんですけど。どこの大学も実はオープンにはしてないってことは絶対なくて、オープンにしてるんですよ。だけどどこに載せて安心してるかというと、例えば、ウェブページからなんか役員室だよりとか、そういうところに行くと、なんか役員会でこうやって決めましたとこそっと書いてある。でもそれじゃ誰も見なくて、教員も多分知らないと。で、難しいですよね。だけどじゃあどうやったらオープンにできるかと。要するに、じゃあ1年生のスマホにスパムメールで、京都大学がこういう教育方針ですピャッて来たら、それ呼んでくれますかね。どうでしょう。僕は OCW は京都大学のホームページから知ったんですけども、はいはい、その OCW っていうやつもちょっと端っこにちょろって載ってただけで、なかなか目につきにくかったので、まあ、京都大学のホームページ自体その見る人も少ないと思うんですけど、例えば京大だったらクラシスがあるので、そのクラシスの横に広告的につけとけば、まあ、目についたりするのかなと。ですね、いつ君見たかどうかわからないんですけれども、1年生対象3000名に毎年ね、入れるなんか大学情報あるじゃないですか。その中にオープンコースやのパンを入れてるわけ。見てない、誰も見ないですそれは見てないってことが今判定しましたね。まあ、よく反対でもやるんですけど、なんか配りたい情報あったらくださいって言うと、全学から集まってきてこんなになるんです。で、入学の時にこう封筒にガサッともらって見ないですよね。他の会場の皆さん何かこういうことをしたらいいか。まずその大学生になってからではダメで、京大に行こうかな、東大に行こうかなって時に、オープンコースや覗いてみようっていうのが高校生の常識になるようにしないとダメなんです。というのは、要するにそういうふうな宣伝をすると、それは多分大学が連携して進学先を選ぶのに一番いいのはオープンコースや教育内容が入学前に分かりますとかいうふうなことをすると、まず一つはやってくれると思うんだけど、はい、僕ね、この件に関しては今日ちょっとゲストで来てもらったので、花房さんの意見をぜひ彼は、日本の、なんて言ったらいいかな、学びととコムですね、はい、うん、じゃ あ, ちょっと あとはご本人から。日本版カーンアカデミー、学びととコムという日本の大学受験というのはぶっちゃけ金がかかるようになって、そのエンターテインメントじゃないんだからそれはおかしいだろうっていうので、 YouTube とかを使いながら、ソリューションとしてはカーンアカデミーに類似したような形で日本の大学受験にフォーカスしたウェブサービスをやっている花房と申します。で、今回の質問に関してなんですけれども、ごくごく冷静にその日本の OCW っていう意義についても僕自身あまり実感できないっていうところで今日お話を聞きに来たっていうところもあるんですけれども、それに加えてその大
開発生が冷静に考えてターゲットユーザーじゃないよなっていうのはすごく思いまして、いや、あのね、大学生はターゲットユーザーですよ。これはね、あのいろいろなターゲットユーザーの一つです。高校生ターゲットユーザー、大学生ターゲットユーザー、それから大学教員がターゲットユーザーで、一般ターゲットユーザーで、これやはり運営の仕方なんですけども、あの押しなべってですね、例えばですね、大学生だと学校に入るとコースマネジメントシステムとか LMS とかあるんですよね。だからそれでいいじゃないと言うんだけど、実はオープンコースに教材を上げてくれると、生徒が、学生が受講登録をする前からこの授業はどんなことやるんだってのが分かるわけで、これはすごく有意義で、意欲のある学生はそれを見てきてくれると、でそれを見てこの先生の授業を選ぼうというので、要するに授業のミスマッチがなくなるんですか。ミスマッチがなく、あの僕のやつにも英語で書いてありましたけども、そうすると、あ、授業出てみて、全然シラバスと違うこと言ってて、これは困ったなということがなくなるという意味では、あのターゲットユーザーにしたいんです。で、そういう意味では、その高解像収録をして、それが自動的にこうオープンコースに出るとですね、楽にできるので、そういうことができればいいなとは思っているんですが、大学によってはお金がないようなところだなと。一つの一言だけ、そのべきだというか、ターゲットユーザーにすべきだ、していくべきだというような話だと思うんですけど、現実そのサービス的な受給で考えて、まあ、前提になるのは意欲のある学生というのことだと思うんですけど、じゃあそのあたり実際どの辺にその今晩って言ったらこれは語弊があるかもしれないですけど、その単位をって言ってる人たちと現実的な受給でどうなのかって僕は結構わからないな、時間として懐疑的で。で、多分そのね、そういうバリューが生まれるところにクリティカルマスがあって、授業のうちどれぐらい公開するかっていうのは大変です。これね、またね、その理学部1回生の笹島君のコメントなんですが、質問か、はい、学生は単位のために勉強するのではなく、学問というものを学び、知を追求することが大事だと思いますとそういった意味で、現在のような中学校、高校と同じような形態の授業は決して良いものとは思いません。 OCW をもっと学生に知らせ、多数の人が利用できるようにし、理系の講義映像もあれば学力は向上すると思いますが、どうでしょうか。みんなありますよね、皆さんねみんなインターネットに公開してるんですが、やっぱまだ知られてないってところが一番ポイントかなと思うんですよね。もちろん OCW は学生だけでなく多くの人が知るべきだと思います。こんな素晴らしいものを知らないのは大多数にとって損である報告すべきじゃないですかって書いてあるまあ、これは、まあ、本当に知らなかったんだよね、笹島。知られてないのは事実ですよ、いろんな人に。その知っていても、あんまり分かりやすい説明というか、使い方の説明がなくて、使い方見れば。だから、やっぱり発信側の論理でただ出してるだけだから、使うのには難しい。OCW のホームページ見ても。ちょっと敷居高い。なんか見たいって気持ちにならない。だからそれはまあ難しくて、使い方っていうか、要するに教材があるだけで見るってのは、これね、結構疲れるんですよ。まあ、どこ見ていいかわからないし、で見てて疑問があっても誰も質問に答えてくれない。だからそれを補うのが、その学習者コミュニティのサイトと組み合わせてオープンスタディやってるみたいに、ここで質問すると、そのページを見てる同じ何人か見たって言ってる人がそれ見て答えてくれるとかできるので、そういうことすれば価値は上がると思うんですけども、なかなかその大学で教材を公開するだけが手一杯でやってるのに、そこまでサポートできないと。だからそういうところをですね、いろんなその、参助会員企業さんがなんか提案をして、こんなシステム作りましょうって言っていただけると良くなるかもしれないなとは思うんですけれども、こういうのをキャスタリア、キャスタリアさんはまあちょっとやって、あの映像のやつでやってましたよね、うん、で、あれはだけどまだコミュニティといっても どちらかというとなんかコメントを言うぐらいで、サポートって言ってもらって、だから機能じゃない、機能なんです、コミュニティじゃない、まあ、そう機能ね、機能になる。だからやっぱりそういう意味ではちょっとコミュニティはいかにそういう形成するかっていうのが問題で、その時でそれはあの大学でも同じなんですよね。あの今同じ授業だって講義形式の授業をずっとやってるんですけども、京大でも高等教育研究開発センターとか、阪大でも、大学全学教育推進機構とかいうところが、それをいかに変えるかっていうのをいっぱい議論してるんですけど、なかなか難しい。でもあのちょっとウェブで調べるといろんなやり方があります。例えば、今、大学では講義を教わって、家で宿題をしてるじゃないですか。これを変えた方がいいというハーバードの先生がいて、クリックがクラスって最近知ったんですけども、そうじゃなくて家で講義映像を見てきて、
で授業中に一緒に宿題をする。そうすると宿題が解けないんですけどって言ったら、そこでこうバーッとやって理解が深まるというふうにしてはどうかっていう提案もあったりして、まあ、なかなか難しい。それもね、考え方があって、そこまで至れる尽くせりにやって、結局それは知識をトランスファーしてるだけだったら考える力が生まれないんじゃないかという意見もあって、教育って奥が深いんですよ。でだから一概にこうだとは言えない。でもそういう問題意識を常に持ってくれる大学生がいるということが重要で、だからまあそういう学生をいかに増やすかっていうのはどの大学も一生懸命考えているところなんで、いいアイデアがあったら教えてください。他にこの質問等に関してご意見がある方はおられませんか？会場からどうですか、企業からの方の、我々はやっぱり大学人はどうもこうと見えないところが多分資格があるんじゃないかなと思うんですが、寺田さんどうですか？席外しちゃった。最初の話ですよね。そうです、そうです。どうぞ。議論の前提を納得した上で、その具体的なソリューションとして、はい、すでにサービスとしてなんていうか、まだとっつきにくいっていうのはすごいあると思って、その辺の具体的なこととして、その政策とかもうちょっと踏み込んだところまで学生のチームでやらせたら、割合的には決して多くないと思うけど、絶対好きのある人、関心のある人っていうので、もっと踏み込んで学生に任せてしまったら、ソーシャルメディアとも自然に使うだろうし、もうちょっと踏み込んで任せてみたら、だからと今のコンテンツに注力してリソースが限られているという話だったので、そのだからインターフェースの部分とかサービスとしての充実性を高めるために、そこの制作チームをもう少し学生に採用を与えるという、それはユーザー参加型のそういう、開発をしたらどうかというので、学生に使ってもらおうと思う部分は学生の人に意見を聞いて学生に使ってもらう。今ね、京都大学のオープン構成で言えば教員一人ね、私一人あと後ろに立ってる今日も補助員1人、あとみんな5人学生アルバイトで、日本人2人、外国人3人、もうそこにワンオブゼムがドイツ人1人もうそういう感じでやっているけれども、まあなっちゃうんですね。もう結構民会にやってるんですけど、だからそれどこに注力置くかで、今は京都大学はどちらかというとコンテンツをどんどん上げましょうっていう感じ。そうですね、だからコンテンツを上げなくていいから、ちょっとだけのコンテンツをいかにその知ってもらうようにするか、例えばその大学の有名な講義を、オープンコースウェアだけれどもそれをMOOCsにして、何万人の人が登録をして、で自分で学習してサーティフィケートが出ると、でそうするとそっちの方が多分今の、世の中でニュースバリューが高いんですね。日本語の講義でそれをやったところがまだないの でそれでうまく何万人ぐらいこう登録、何十万人と登録する人がいて、サーティフィケートが1万も出ればですね、絶対新聞に載るんです。でそうするとそこからオープン構成のリンクを貼っていってというふうにできるかもしれないから、そういうようなやり方もあるとは思うんですね。絞る、有名講義に絞る、いいところに絞る。でこれは難しくて、いろいろ言われてるのは、例えばその、同じような講義をあっちこっちの大学で公開してどうなのっていうような意見もあるわけ、そうするとそれぞれの大学が特徴あるものを公開して、でお互いにもういいやつは他の取ってきて使っちゃえと。オープン構成は基本的にそのクリエイティブコモンズのライセンスなんで、それをそっくり使って別に東大のコンテンツで阪大で授業しちゃって、いいというものが公開されてますよね。でやっぱりそういう動きになっていくと、逆にそれを改良して良くなるとか、あそことこっちとこっちのいいところをくっつけてまたいいの作りましたってパッと出すとかすると、今度は教育のコンテンツの質が上がっていくと。まだ過渡期で、いかにその過渡期っていうか、もうそういうクリティカルマスを超えてメリットが出るところまで我々がこけないで続けていくかっていうのが難しい。でそこに到達するまでにこけてしまうと、何も残らないという事態になってしまうので、頑張らないといけないと思ってるんですよね。今竹村先生がおっしゃったそのクリプトラーニングと MOOCs の関連でいうと、最近コーセラのコースを使って、それを実際に自分のところの大学の単位として認定しますってところが出てきてますね。
でその単位を認定するというのは単にMOOCs を自分で勝手に見てくださいと見たらそれで MOOCs コーセラの方が単位認定するからそれで大学は何もしないで単位を認定しましょうって言っちゃうと単なるパクリになってしまうんだけどそれは見てください。だけどそれはフリップ型で家で見てください。でそれに対して演習型の講義を自分のところでします。でそれで認定自身はコーセラの認定と自分のところと合わせてセットで、単位を認定しますというような形をすると現実的には MOOCs の、有効利用になって、非常に有名な講義を自分のところで活用しながら、かつ、中小大学が付加価値を持てると、こういうモデルが実は出てるわけですよね。だけどなかなかそこの3段階前のところで日本は、話が出ていない。でこれは、なんとかしなきゃいけないという状況は現実の問題、今我々が直面している問題だと思いますね。面白い話で、そのビデオを見て学習する方が心地よいという世代がいるらしいですね最近は。だからそれでカーンアカデミーというのは、サルマン・カーンが自分のいとこかなんかに教育するためだけに、YouTube で上げたビデオがあんなに流行っちゃったわけですけども、で、その聞いたところによると、あれを見てる人はクラスで聞くよりも好きな時に寝そべりながら何回も繰り返して聞けるから、ビデオの学習の方が効率がいいというふうには学習者が、実際いるんだって。どうですか、そんな話聞きます？だからそれは全員じゃなくて、結構全員に当てはめると問題もある物語で、一部のエリート層というか、限られた意欲も限られるという問題もあるんですけど、個人的には、ぶっちゃけで言うと本で勉強するのが一番効率が高かったり、まあね、講義を聞いただけでは全部わからないので、ね、教科書のことを全部言ってるわけじゃないか。私もどっちかというと彼の意見とちょっと近くて、自学自習だから、本を読んで勉強して分かんないとき答えてくれる人が、人とか物とかがあればいいんですよね。それが一番いいと思いますね。もう生涯やっぱりいろんなことを学ばなきゃいけないわけだから、はい、これと学んだらもう人生もう一生涯これで OK っていうことはありえない。昭和世代平成世代違うかもしれない。それに関係ない。どうぞどうぞ。私はそのオープンソース勉強会とかで言語を、高校生なんかも来るんですけど、勉強会をやってるんですね。日曜日に、土曜日に朝11時から終わって夜7時まで30人集まって、大学生も来るし、我々みたいなことも来るし、でみんな好きでやってるんですけど、なんでじゃあそこ集まるのかっていう目的なんですけど、やっぱりずっと黙って一人ずっと一日やってる人もいるわけですよね。でもじゃあなんで集まるかっていうと、私はそこにいて友達がいるから教えてもらえるからっていうんですね。で仲間うちがいて、あと一人だけ寝そべってらんないわけです。そこに行ったらなんかパソコン向かってなきゃいけないし、なんかやって成果アップに止められるからなんかやる。でなんで来るかっていうと、なんか同じような悩み持ってる人がいるとか、なんかそういうのがすごいいいのかな、同じような悩み持ってるからやるし、周りもやってるから俺やんなきゃなっていうふうに思えるっていうところが、なんかやっぱり集まる意味があるから、大学校の意味があるのかなっていう気がします。まあ、だから今で言うところのソーシャルラーニングにつながっていってるんですかね。そう、やっぱりそういうのがヒーローとかたまに出てくるので、やっぱりすごく急に伸びるとかです。はい、はい、そうすると、じゃあお前なんかこういうこと発表してみるよ、そう OCW ってそういうのにつながる、アメリカではつながっていきますけど、不思議なことに日本では広がらない、ね、だからその OCW をみんなで見ようという勉強会をしてくれて、毎日なんか集まってこうやってたらですね、そのうちですね、そのヒーローが出てくるんですよ。岡田さんどうぞ。今日お話しなくちゃいけないもんですから、ここ2、3期ですね、暇な時間にこう覗いていたんですね。なかなかこう、たどりつかないんですよね。これでもってですね、この状況でもって、東大と、あれですよね、大阪大と京都大比較できるほどですね、学生が我慢強いか、絶対そこまでいかないです。私も途中でもう忙しいから、途中でやめ、10分見てダメ、また次の日見てダメ。なかなか、はいはい、はいはい、横断的にもっと検索しやすいようにするとかですね、そういうあれもあったんですけど、そのオフと何も入ってないんですね。
はい、私はそう思いました。これはうちの報告構成の問題かと思いますが、そう、もうシラバスをいっぱい入れたためにですね、入ってない講義がいろいろありまして、それを解決するためにですね、昨日です、昨日の夜に今日きっと言われるんじゃないかと思いましたので、昨日の夜にですね、講義ノートや講義映像が入っている科目というのがトップページにも出ております。はい、あ、そう、多分見ていらっしゃらないと思うんですけど、わかりました。他にもちょっといろいろいっぱい質問いただいてるんですけど、この ICU の鈴木さんはいらっしゃいますか？いっぱい ありがとうございました。で、まあ、著作権問題とか OER の二次利用がとか言うと、これ一番どれがこれ一番重要だと思う？どれかディスカッションするとしたら、みんな重要。実際にやり始めそうですね。で、一番の問題は多分日本の教材著作権処理がややこしくて、特にその先ほど東大でもその出典情報を先生から聞いて、でそれ処理をしなければいけないで、出典情報がわからないものが結構あったりする。それからで写真がだいたい許諾がもらえないのでややこしいとかで、こういうノウハウもここ共有しましょうということはしているんですが、言ってるんですけど、あんまりその共有ができてないと。多分その辺のノウハウは、いや、クリエイティブコモンズ、まあ、基本的にはクリエイティブコモンズでライセンスは取るんですけれども、ややこしいのはですね、 それよりもそもそも教材を作るときに、後で公開しやすいように先生が最初から授業を作ってくれたり教材を作ってくれたらいいわけです。でそのためにはですね、いろんなその FD をしないとダメ。なんかやるときには、こういうものを引用するときはここから取ってきたらいいですよと。例えば写真を撮るにしても、まあ、フリッカーでも何でもいいですけども、だからどっかの写真というのがたまたまいるとなったら、それはクリエイティブコモンズライセンスで、出してるやつをわざわざ探してくるとかしないとダメ、でそういうノウハウをどっか集めていって公開をする必要があると思いますね。はい、じゃあいいですか。ちょっと今のことで出てきたのは、まあ、そこまでするんだったら出さないよ、いろいろと大変さをあったり、やっぱり自分の思ったようなことができないならば協力しないっていうようなことにもなってきたんです。あ、もちろん言われます。そこを最初に書いた質問ですけども、やはりビジョンとしてはオープンエデュケーショナルリソースとか、そういう方に僕は行くのが普遍的な価値があると思います。だけどやっぱり現場の大学の教員たちの意識としては、そこから非常に遠いところで日常生活を、だからその時にどういうふうにその価値というのを、身近な価値も含めてどう伝えるかっていうのが、まあ、僕は一番難しいところだと思うので、そうですね、だから今まさにそれをやろうとしてるんだけど、まあ、それはそういうことをこの JOCW としてももう少し共有して、まあ、非常に分かりやすい形でのいろんな伝え方をすることを検討することもいいと思います。僕は東大のサイトを最近見させていただいたんですけど、すごく改善しました。改善したとは失礼だけど、すごく改善しました。僕はこれで急激に良くなるかどうかは分かりませんけども、少なくとも前と比べたら雲泥の差ですから、そういう伝えるっていうことを、そしてまた高校生にはどういうコンセプトで伝えるかということをちゃんと考えてメッセージを発信する、そこにどういうような言葉ならば高校生は読んでくれるかっていうようなことを見るようなことから、ちゃんとこの取り組みもしていかないと、広がっていかないと思います。著作権関係にしては、その教員から出す時の著作権処理の煩わしさに関しては、京都大学ではオープン校舎プロジェクトが全部やってるんです、まあ、全部やってるでそこを引き受けることによって出させてるんです。こちらもだから全部引き受けることでやってます。で、あとそれからですね、先ほど言われた質問で面白いなと思ったんですが、高校生にもちなみに質問票を出していただいたんですよ。わからなかった、難しい質問というかコメントが山ほどありました。何を言ってるのかさっぱりわからなかった。いや、ちょっとね、あんまりたくさん喋っちゃいけないと思うんだけど、やっぱり西洋の方だと、それこそ今人気のこう TED とかね、スーパープレゼンテーションとか、やっぱりみんな上手なんですよ。それに比べてね、日本のこの OCW で出てる授業のね、やっぱりまだ魅力が足りない。だからそういう意味でも、もうちょっと全体的なレベルがアップしてって、例えばその iTunes U なんかだったら学生知ってるんですよ。
だけどそこのレベルで競争できるところまでまだね、あんまりコンテンツがいってない。だから、ね、それは少しずつやっていかなくちゃいけないし、まさに FD なんかのようなことで改善していくことが求められてるんだと思いますね。それから一つね、はい、北海道大学も考えてるんですけど、今著作権の話についてずっと言われてるんですけど、やはりJOCW としてやはり一歩進めた方がいいと思いますね。つまり我々もいろんな省庁にあるいは出版社に報道に逐一聞くんですよ、出版社に。でそれがそれぞれ持ってるわけですけどね。で同じところに聞いても始まらないわけだし、省庁内大学がちゃんと窓口を持って答えていただかないと、もう個別になってしまう、大変ですから。で我々まさにそれが問題になっているので、やはりそういうことを共有するってことと、もう一つはやっぱり文化庁に圧力団体にならないと、大学が揃って、これは山田先生のお話だったけどコンテンツ関係なのかもしれないですけど、やっぱり今の著作権法だとこういうのが非常にやりづらいという、だからもうちょっとそこを直してくれないかっていうのは、ここに言っても始まらないの で、 そういうところにちょっと一歩進めた方がいいんじゃないかという。それで、難しいのはアメリカでもフェアユースなんですけど、あれもグレーなんです。結局はややこしいのは裁判にならないと結論じゃない。で日本だと裁判にならないと結論じゃないものは、やっていいとは絶対弁護士に言わない。これは問題で、日本のだから著作権法上ではですね、かなり引用で済ませるところはあるとは思うんですけども、なかなかこれどうですかねと質問すると、これが面白くて、弁護士に聞くと、おかしい。大学の法律の先生に聞くと、人によっては何回言われたらその時で、かなり違う。でそこら辺が。そうですね、実は、ずいぶん前に日本先生と一緒に出版協会に行って、その辺の高校生の話をしたんですけど、出版協会がそこを、まとめるような力はやっぱりなかったんですよね。でもそれはもう5年前、7年前の話なんで、またやってみるといいかもしれないです。ということで、まとめよう。岡部先生からの話とか、それからその、鈴木先生 の、 意見、やっぱり基本ユーザーからのユーザーセントリックなアプローチをしている方向性はないでしょっていう話にある程度集約される部分があるだろうと思います。で、いろんな課題、皆さんからの提供をいただきまして、JOCW 全体としてなんかちゃんと、一つの問題、一つのというか複数の問題ですけど、今直面しているさまざまな問題をなんとか、解決する方向に努力をしていこうっていうアプローチをしなきゃいけないだろうと思いますので、継続して少し皆さんの知恵とか、参上会員の皆さんにも、企業の皆さんにもぜひ、知恵プラス